金メダルの翌朝、羽生結弦が語った意外な言葉。きっと多分今幸せだからまたすぐ不幸がたくさん起きて、きっとすぐまた辛い時期が来るんだろうなと思ってます。ただそれはきっと次の幸せのためのステップだと思うので。そう、羽生はこれまで逆境を乗り越えるたびに強くなり、ここまでたどり着いた。1994年仙台市出身、4歳でスケートを始めた。男子では珍しいビールマンスピンを武器に9歳で全日本ノービス初優勝。ところがこの直後、羽生にとって最初の試練が訪れる。小学校4年生の時の冬ですけれども、リンクが潰れてしまって、その時はもちろん辛かったし、練習時間も減ってしまったりとか、そういったものが向上心の原動力になったなって思ってます。子供の頃から超のつく負けず嫌い、後のライバルたちを抑え全日本ジュニア初優勝。常に高みを目指し、翌年にはトリプルアクセル2本のプログラムに挑んだ。この時の3位はなんとも可愛い宇野昌磨。この2人が今は世界のトップ2。しかしその2年後、言葉にはできないほどの無力さというか、自分たちの住んでた街が崩壊していく、そういう、悔しさというか、そういうものを感じました。羽生も地元仙台での練習中に被災。本当に自分がスケートを続けてていいのかとか、そういうものを、正直言うと思ったこともありました。それでも自分にはスケートしかない。劣悪な状況の中、滑れるリンクを探し、必死にスケートに打ち込んだ。そして震災から3年、逆境を乗り越えた先に待っていたのは、ついに羽生男子金メダルです。常に挑戦する羽生の姿勢はフィギュア界に革新をもたらすことになる。ソチ以降、ほとんどの選手が4回転に挑戦。さらに複数の4回転を飛ばなければ勝てない時代がやってきたのだった。だがそれこそが羽生が望んでいたもの。僕4回転アクセルとか5回転とかやるためにここまでやってきてるのでって考えた時に、まだまだこんなんじゃねえなってすごい思ってます。去年の夏、カナダ・トロント。暑いっすね、今ね。久しぶりに夏日って感じ。2度目のオリンピックを間近に控え、羽生は自らの歩む道を予期するかのように、その意気込みを語っていた。18年間の一つ一つの決勝、1年単位じゃなくて本当に1日とか、1週間とか、そういう単位かもしれないですけど、その一つ一つのかけらをつなぎ合わせて、最終的に決勝として羽生結弦っていうのはこういうもんだよっていうのを作り上げるシーズンにしたいなと思ってます。挑戦は順調そのもの。前年に史上初めて成功させた4回転ループに加え、新たな武器4回転ルッツも完成に近づいていた。ナイス。練習後には足首を入念にアイシング。ループは本当にこの子の力を使わないと飛べないんで、右は大事ですね。ところがその大事な右足首が悲鳴を上げた。オリンピックまで3ヶ月、最悪のタイミングでやってきた最大の試練。羽生は表舞台から姿を消した。